ゃなよ、けんちゃなよ、けんちゃなよ、願いよベースにかい。여러분안녕하십니까초난강한국어の時間です。多分初めてネクタイの姿なんですけれども、今日お昼の、日テレの、ニュース番組、生放送に、出演させていただきました。適切な韓国語と、今の日韓関係についてゲストとして、語る機会をいただいたんですけれども、このようにボードで、帰って皆さんに説明したんですが、背を向けてはいかんということを皆さんに、伝えたんですね。政治的な厳しい状況なんですけれども、我々民間での、交流と理解は、深めていくべきだというふうに思います。はい、今回は一発韓国語です。何々まくるという表現、韓国で何て言うのか、について皆さんに説明したいと思います。私も学生時代に、何々まくるという表現、ものすごく日本で、使われてるのに、ドラマとかですね、実際学校の授業とかテキストではなかなか、説明が出てこなくて、自分で調べてた、記憶があるんですね。今回は、何々まくるについて皆さんに、分かりやすく説明したいと思います。はい、実は何々まくるという表現は、韓国語でいろんな、訳し方、あと表現、言葉がありまして、皆さんちょっと混乱するかもしれないんですね。一番よく使われている表現としては、股間プラスあおてだという表現、文法があるんですね。こちらが日本語のないなにまくる、あと続けるし続ける、何か反復的に継続する行動、あと程度がひどいという意味ですね。強調の言葉ですよね。まず何々まくるは韓国語で、基本的には何々あおてだという文型を思い出してください。そしてですね、よく使われている言葉がまぐという言葉があります。これは簡単に言います。日本語ではやたらにとか、さんざん、あとしきりに、そういった意味の言葉なんですね。じゃあ、あおてだというふうに、使う言い方もあれば、その前に副詞としてまぐがついて、まぐあおてだというふうに使われるパターンもあります。じゃあこれやっぱりやたらに、あとさんざんという強調の副詞がついてますので、あおてだよりもっと強めの、強調の言葉、表現になるんですね。日本語だとやたらとさんざん何々まくるという表現になりますね。じゃあ皆さん、今回覚えていただきたいのは交換プラスあおてだ、そしてまぐあおてだ、この2つの文型を覚えていただきたいと思います。ピウダ、じゃあピウダは吸う、タバコを吸うとか。じゃあ吸いまくはどうでしょうか。ピーをてだになりますね。ピーをてだ。じゃあピーうだにあお活用、あお活用は皆さん初級で必ず覚えなければいけない文型なんですけれども、おがつくのでうおがおになってピーをてだになりますね。じゃあこれが吸いまくるとすれば、さんざん、やたらと、やたらに吸いまくるは、じゃあこの頭にまぐをつけるといいんですね。まぐぴをてだ。意外と簡単ですよね。このあを活用さえ皆さんしっかり覚えてれば、ないないしまくる、まくるの表現、韓国で、わかると思いますね。
じゃあ短文ですと、じゃあ종효는중학생때부터담배를피워댔어요。じゃあ종효は私です。종효は中学生の頃時からタバコを吸いまくっていました。じゃあ過去形ですので吸いまくっていたになるんですね。じゃあまあ実際私は禁煙、まあ禁煙というかタバコは吸わないんですけど、담배를마구、ここに마구をつけると、もっと散々ひどく吸ってたという意味になるんですね。擬音動詞の먹다はどうなるんでしょうか。まあ먹어요になるから아を대다をつけると먹어대다になるんですね。먹어대다。じゃあマグをつけると、まあ、これが食べまくる、マグ먹어대다、やたら食べまくる、さんざん食べまくるに近い表現ですね。자読んでみましょう。며칠단음식을먹어대서살쪘어요。자며칠は何日という、意味もあるんですけれども、数日という意味もあるんですね。数日間、数日단음식、甘い食べ物を食べまくってですね。자아서어서와、皆さん原因と理由を表す表現ですね。자甘いものを食べたから太りました。살쪘어は太りましたって意味なんですね。じゃあ살쪘어요、過去形、原形は살찌다が原形ですね。살찌다、太る、これは太りましたになるんですね。さあ次、やりまくる、原形は하다ですね。じゃあこちらはやるという意味もあればする、どちらも韓国では하다って言いますね。ですとやりまくるは、じゃあ하다は해요になるから해に変わるんですね。해대다、やりまくるというしまくるになるんですね。じゃあマーグをつけるとマーグ해대다。じゃあ読んでみましょう。남친이자꾸전화를해대서짜증나요。じゃあ意味は、じゃあ남친は今の若者言葉、まあ縮訳の言葉ですね。남자친구、彼氏を意味する言葉ですね。彼氏がしきりに電話をしまくるのでうざいですという意味なんですね。じゃあこれは普通にするのでという해서でもいいんですね。해서、じゃあこっちより해대서だと、電話をするのでうざいです、電話をしまくるのでうざいですという違い、表現の違いですね。やっぱりしまくるからもっと、うざくなるはずなんですね。最後にもう一つ練習してみましょう。そうだ、これはうつ、図を乱射する、乱射事件とかアメリカでたまに聞くんですけれども、打ちまくるはソーダが原型なので、じゃあ O はあがつくんですね。あおやの場合ここが O なのでソーアデダになるんですね。じゃあマグをつけるとさんざん打ちまくるになるんですね。マグソーアデダ、このようにどん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 強調、強くなっていく、表現の違い、皆さんぜひ、覚えてほしいんですね。敵は적은총을쏘아댔다。じゃあ적は敵ですね。적은총을쏘아댔다、敵は銃を撃ちまくった、これも過去形ですね。撃ちまくった、적은총을마구쏘아댔다、やたらと散々撃ちまくったという意味になります。はい、いかがでしょうか。何々まくるの表現、会話でも結構、使う表現ですので、皆さん、ちゃんと覚えてください。はい、今回の一発韓国語はここまでにしたいと思います。次回も楽しみにしてください。いいねと
독자 등록도 여러분 부탁드립니다. 그럼 수고하셨습니다.